大きな電気骸骨、ホセ・ポーサダ・サクグラン・カラベラ・アレクトリコ・バイ・ジョゼ・グアダルーペ・ポサダ、メキシコ、1900の1913フォークアートは、土地固有の文化から生まれたアートで、農業、商工業他の労働者によって生み出されるアートを含む、純粋な美を追求する美術と対照的に、フォークアートは主に実用的で装飾的である。フォークアートの特徴は、様式が単純で、 経験的なプロポーションあるいは視線の規則を超えている点にある。関連する用語にアウトサイダーアート、独学のアートと素朴派がある。フォークアートという現象はある特定の文化に固有な性質を備えており、文明化を目指して進む間に都市付きとともに近代化、工業化や外部からの影響により急速に衰退しつつある。フォークアートは様々な地理的要因や、 時代の流行によって異なり、その多様性は一部のパターンを示せても相対的な姿を表しにくい。フォークアートの特徴はアカデミック美術あるいはファインアート界の運動に影響されないことである。そして多くの場合、フォークアートには職業人としてのアーティストが手がけた高級なアートあるいは美術品として美術のパトロンが買う作品を含めない。 そうは言うものの、18から19世紀にアメリカで活躍した多くのフォークアート画家は、旅回りの肖像画家を含め、絵の仕事によって、生計を立てていた。さらに、そのうちの何人かは、大変多くの作品を残している。フォークアートと重なる用語として、内部アート、プリミティブアート、プリミティビスム、ポップアート、アウトサイダーアート、伝統美術、トライバルアート、 放浪アート、独学のアートを挙げることができるし、さらには、勤労者のアートまで含まれる。これら全ての用語は、当然ながら異なる意味を示しながら、どれもしばしば、フォークアートという用語と入れ替えて使われるため、それぞれの用語をきちんと定義することは難しい。フォークアートとは、それぞれの地域社会が共有する価値観と美学を伝え、文化の独自性を表すものである。 素材には布、木、紙、粘土、金属など実用本位で装飾的なものが使われる。昔から用いられた素材が手に入らなければ新しい素材に変えることは稀ではなく結果として伝統的なフォークアートの姿が現代の表現力で作られるのだ。フォークアートは地域社会にある多様なグループが受け継いだ伝統的なアートの姿を反映している。 それらのグループとは、民族や部族、宗教、職業別や、地理的に分かれており、同じ地域のグループ同士には共通性が見られ、その地域社会全体にも馴染んでいる。フォークアートの担い手は、日常生活で見習いをしながら、技巧と技術を学び、時には、正式に教育を受けることもある。古い時代のフォークアートは、本流のアートと区別される。今日、 フォークアートの作品を収集する魅力は、大型作品の芸術的な価値にあるが、作品を作った時点では、芸術のためのアートであることを目指したわけではないからだ。例を挙げると、風変わりな骨董品でもある収集品には、飾り取り、店の看板や彫像、旅回りの絵師が描いた、肖像、メリーゴーラウンドの馬、消化バケツ、絵で飾ったゲーム版、 鉄を鋳造したドアストッパーほか、これらに類する非常に多くの種類がある。切ると装飾的な額縁、デコイなど昔からあるフォークアートの品物で今も制作が盛んなものは多く新しい形が絶えず現れている。1960年代から装飾を施した竹製のパイプがアメリカでフォークアートの人気の品物に加わった。これらのパイプは 実用を向きに手作りされ、アメリカサンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区、ニューヨーク市のグリニッジ・ビレッジ地区などの街角で、しばしば作者が自ら売った。現代のパイプはデザインを見ると、アフリカやボルネオの伝統的な飾りを施した竹パイプを思い出す。ただしパイプについて記した本によると、彫刻を施したアメリカの竹パイプのデザインでは、日皿に王道を用いている。 1970年代からサンフランシスコの路上アーティストのダレル、パイプマン、モーティマーはほぼ1万本の竹パイプに入れ墨のような線彫りを施し、1点ずつサインと製造番号を入れ、自ら売ってきた。大和はよくあるモチーフで、アメリカ先住民のモチーフやデザインも多く、あるいはビクトル・バザルリアアアメリカのマウリッツ・エッシャーの作品を思い起こすデザインも目立つ。 ラレル・モーティマーと作品。直径20センチメートルほどのパイプには、姿勢の歴史と作者自らが呼ぶモチーフが刻まれている。作者のアトリエにて、サリー・ラー戦撮影現代のフォークアートの作家は、しばしば独学で技術を身につけ、作品作りは、人里離れた場所や、国のあちこちにある、小さな地域社会で行われることが多い。スミソニアン・アメリカン・アート美術館は、 そうした、作家70人以上の作品を収蔵している。1980年代初めには、不思議な芸術的才能で有名な現代、フォークアートの作家が出現した。そのうちの一人は、フィリピン出身の著名なフォークアート画家で、アマンピントルと名乗ったイリトチルカという。彼自身の髪から絵筆を作り、キャンバスの素材感を出すために、自分の髪の毛を貼り付け、 また自身の血液を絵の具として使って画面の右側にサインを入れていた。彼は画家として美術の専門教育を受けたこともあるいは主となる画家に指導されたこともなく全くの独学で自分のスタイルを作り出したのである。フォークアートそのものもその表現形式とモチーフもいろいろな芸術家を奮起させた。アフリカの部族の彫刻や仮面から影響を受けたパブロピカソ。 ルボークという伝統的なロシアの民衆版画に影響されたロシアのナタリア・ゴンチャロバタの例がある。音楽界では作曲家イーゴリスト・ラビンスキーが異教から刺激を受け有名な春の祭典を作曲した。ありがとうございます。